ポコペリーナ&Cのフラットアビラー。はい、というわけで第8回目を迎えましたフラットアビラですけども、はいはい、おしーさん、なんか全然今日は、はい、いつもと全然違いますけれど、はい、全く違う雰囲気で、はい、この隣にあるものは何ですか？これはですね、マッシーさんからお借りした、勝手に変速する自転車です。はい、今日はですね、菜の花を巡っていきたいと思うんですけども、まずはですね、僕が菜の花を自転車に乗って見ていこうということなんですけども、これ二人乗りできないですけど一人で行くんですよね。はい、僕しかそういう格好してないですからね。そうですよね、はい、でも今日ココペリナさんにもちょっと役割がありますので。 あるんですか。はい、あります。まあ、おしーさん今ね言ってくださった通り、菜の花巡りをおしーさんにしていただくんですが、はい、ただ巡っても面白くないということで、一応僕の方でクイズを、得意のクイズですね。久しぶりにクイズをちょっと用意してみました。じゃじゃん。クイズといえば音声に雑音が入ることですね。それノイズですね。ありがとうございます。写真がありますね。はい、おしーさん、これ1から6まであるようですけれども、その、まあ、写真と上にちょっとしたヒントが書いてありますが、はい、それを見ながらここはどこだろうとおしーさんに予想していただいて、はい、そこの場所に行って同じように写真を撮ってもらうと、あ、そういうチャレンジ企画になります。なるほど。まあ、カメラを用意してきたのでね、はい、同じ写真を撮ればいいんですね。まあ、同じような写真、はい、だいたい同じだろう。はい、じゃあ任せてください。はい、やっぱりね、そう撮っておくんですね。はい、同じ写真。どこにもいかずにこれ終わっちゃうんですね。そういうズルはね、そういうズルはちょっと、まあ、ずるい。見てると結構綺麗ですね。僕もよくね、アビラ町菜の花の写真何年か続けて撮りに来てるので、なんとなくは分かりますけども、でも僕的にはこの4番、黄色と緑のジグザグコントラスト、これが僕にとってはちょっと難問ですね。それを私が教えることになるわけですか？そうですね、ココペリーナさんは、はい、もしかしたらクイズのヒントを、ヒントを、探して、ヒントというか、ここはこの写真はここに行ったら撮れるんじゃないかというのを、いろいろ調べていただいて OK なので、インターネットで調べたりだとか、あとはこれから渡す地図を見ながら、はい、ここじゃないかなっていうのを星さんに知らせて、遠隔で知らせてあげると。遠隔操作ですね。そうですね、遠隔操作、そうですね、推しロボットを遠隔で操作していただいて。ということでですね、はい、まず最初ですけども、この写真ですね、はい、道の駅のどこかに小学生が描いた SL の絵が飾られている。超難問ですね。そうですね、一番難しいね。はい、僕この道の駅オープンの時にこの写真撮ってるので、もうそれでいいですか？ダメです。今日撮らないという意味で、はい、じゃあ向かいますね。はい、ね、はい、行きましょう。オープンしたばっかりでまだまだお客様大勢いらしております。ここに今 SL がね入るのが楽しみですけれどもね。じゃあ次はお祝け、お祝け。すごいですね。はい、迷わず来ちゃいました。はい、迷わず来ちゃいましたね。はい、僕は本当この道の駅オープンした日に来てこの辺も写真撮ったんですね。はい、なので覚えてました。4月19日オープンでしたもんね。あ、私持ってますか？はい、はい、じゃあ同じ写真を、はい、同じような写真をです。はい、はい、動き取れましたね。 OK です。1、どこから決まりましたか？ですね、まあ、僕的に難問がですね、この2つ、あ、3番4番、3番はまあ線路のな、ね、線路をたどっていけば必ず見つかるんですが、どの辺かがちょっと想像つかないので。多分私のヒントです。はい、これは駅に近いところに出てくるんです。駅に近いところ。そうです。ということはお岩け駅ですね。そうですね、駅の前後に出てくるものなんです。はい、これ ね、雪が溶けて、はい、要するにスリップしないように、うん、電車がね、4番が、まあ、あれですけど、うん、僕の予想ですよ、うん、4番多分形通りのね、この辺だと思うんですよ。うん、この辺、うんうん、そこはね、スタートから遠いんでですね。じゃあもしもここじゃなかった場合のことを考えて
この辺を見ていこうと思います。この辺を、あ、今道の駅ここなんで、うんうん、スタートしてまずちょっと上がっていって、うんうん、回ってくるとですね、ここに石碑というのがあるんでですね、はい、はい、あのこの石碑はここだと思うんです。バナナちゃんもなんか想像つきますね。はい、バナナも大丈夫ですね。ぬくもりの湯で育つって書いてあるんでね。はい、もうここは一番最後に行きます。はい、はい、で3番は線路沿いなんでこっちまで行った時に帰りし戻ってくる時にちょっと見ていきます、うん、はい、はい、アディオスです。アディオス、はい、はい、では行ってきます。はい、行ってらっしゃい。来ましたよ。売れ行きやっぱりすごいですね。神様でありがとうございます。このソフトさんはもう完売、完売となりまして。完売なんですね。はい、そうなんです。ちょっとどっちも食べてみたかったですね。はい、味はバニラ味です。あ、バニラなんですね。はい、そうなんです。黒い木のバニラ、竹炭パウダーで SL などこう煙のイメージを出しています。わかりました、はい、では私初めてちょっといただきますので。はい、スプーンありますので。あ、じゃあちょっとスプーンもいただきます。おしゃれにいただきます。うん、濃厚な感じなのかなと思ったんですけれど、爽やかな飽きないバニラのソフトクリームです。ではね、さっき話した通り菜の花散歩の地図で見る4番の菜の花畑を目指したいと思います。もう道の駅本当にすごいお客さんが来てます。はい、今日はここを左に曲がると、菜の花散歩の北の菜の花会が作ってくださっている地図の4番の菜の花畑に行けるはずです。この3番、あの声だけ頼まれたバスガイドの、 はいはい、あそこの時にこれらしきところを通ったらっていう、はい、で、あの電車がこう通ってきてアップしたあれじゃないかなってずっと思ってたんですよね。こちらの方から電車が走ってきてここを抜けていく。で、なんかこの電車はあれ見えますかっていう、皆様見えますかって言ってるところの場所かなって思ったんですけど、すごい菜の花、すごいです。ものすごい菜の花です。綺麗ですね。どうしても写真を撮りたくなっちゃう。はいはい、4番から写真来たんですけど、かなりの花畑ですね。もしこれが石勝線の例のルートであるとするならば、追い分けのこの並びのここにこう入ってきてたのかなって思うんですよね。あの頃本当天気良いんでね、自転車漕いでると心地いいですよ。遠くから見てると石碑があるように見えないんでね、若干不安になりましたね。はい、記念碑ですね。なるほどなるほど、向こう側から撮ってるということですね。じゃあちょっとそっちに移動しましょう。ここですね、ここですね。では写真を撮りますね。先に送信しましょう。石碑、あ、合ってますね。2番と4番の写真を写しにマップの8と9と11を目指します。まあ、今この5番ができたんで写真撮れたんで、まあ、6番はもうこれ一番最後ゴール地点なんで、これは最後に回しまして、まあ、3番も帰りに撮るとして4番、こ
この4番を目指すのと、この2番ですね。これは大体の場所は分かってるんですね。今日たまたま来るときね、この陸橋を意識して見てたんですよね。だから、まあ、とりあえずこちらに向かいましょうかね。多分この8番の辺なんですよね。例えば今ここにいるので、おしいさん、今この辺をちょっと一回マップでちょっと飛んでいってみたいなと思うんですよね。マップで調べたいと。はい、追分の市街の方に入っていきます。ここを渡ったはずなんですね。ここをで、この道をこのまま下っていけば8番9番11番に出るはずです。電車が来ますね。せっかくなんでちょっと電車を見送ろうと思います。まあ、大抵こういうの待ってるとなかなか来ないんですよね。あ、もう一台来てます。続けてくるんですね。早い。特急かな。向かいましょう。あっちの境、これね、めっちゃわからないですよ。というわけで、菜の花スポット8番にやってきました。貿易の関係ですね。ちゃんとシューズカバーを履いて入ってくださいということです。で、シューズカバーはですね、こちらに、貸し出しされてます。はい、こちらですね。はい、こちら100円で借りれます。こちらが料金箱ですね。で、使用済みはここに入れるということですね。はい、皆さん、貿易の関係、かなり農家さんにとってはとても重要なことなのでね、必ずそれは守って菜の花を楽しみましょう。はい、ということで靴にカバーを履きました。いや、ほんとすごい綺麗。本当にすごい綺麗。菜の花綺麗ですよね。いや、本当に綺麗です。すごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗ですね。この辺から撮ってますね。この辺ですね。まさにこの辺ですね。ここの菜の花もちょうど満開ですね。もう本当に綺麗です。もうね、本当にね、黄色の絨毯でもうめちゃくちゃ綺麗ですね。お、写真がいっぱい。なんだ、お、あった、ありましたね。シューズ代金番組から出るのかなですって。さてと、次これですね。黄色と緑のジグザグコントラスト。踏切から線路を両方見てもそれらしきものがないので、菜の花マップ1番か2番だと思います。あ、今どこですか。ですね、どこでしょうね。11。あ、そしたらおしーさんそこにいて、マッシーさん今一旦迎えに行くから。はい、おしーさん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おしーさんは一応これで行くと1番写真撮って、うん、2番も撮りましたね。1、2、5ですね。5で、まあ一番最後はここ6はね、はい、場所分かっていますけれども、はい、この3と4がですね、私を悩ませまして。そうですね。そうなんですよ。もうおしーさんに教えるのに地図を見てもこの方がいないんです。このトンネルさんが。で、いるなー
と思うとなんか違うように見えちゃうし、あの僕がねかなりね間写真撮りまくってたんで、ね、あら何そんなことしていたの、はい、それで結構ね時間をロスしたっていうのがあるんですけどね。ね、道の駅から出発してですね、まずこの上上がって4番を見に行ったんですね。で4番見てこちら下ってきて石碑を見て、でここの信号を渡ってですね、こちら大岩家の市街に入ってきて、でさらにここで踏切を渡ってこちらの8番を目指したんですね。で8番はあのクイズのポイントだったんですね、うんうん、でその次この辺にもう一つのポイントあったはずなんですけど、こっちだったのかもしれないですね。僕こっちに曲がっていったんでちょっとうまく見つけられなかったんですけども、でもまあもうここでねタイムアップしたんです。今日行ききれなかったんですが、うん、せっかくなので、はい、あの僕がこあの答え合わせということで、はい、今回行けなかった3番と4番ですね。そうですね、この丸の3番ですね。最後に案内させていただいて、はいはい、最後ぬくもりの湯で、はい、少し、まあ、お風呂には入らないんですけどちょっとまったりして、はい、入らないですか、そうですね。ぬくもりの湯もねあのクイズでありますから、クイズありますので、これ6番、はい、こちらにこのバナナ、噂のバナナをちょっと探しに行って、はい、噂のバナナ、僕バナナ大好きですから今、はい、毎朝バナナジュース作って飲んでますから。黄色いんでしょう。菜の花で実はバナナの黄色なんです。そうですね、だいぶ肌も黄色くなってきた。そうですね、黄色みがかっていたのはそのせいだったんですね。はい、やってきました。はい、クイズ3番の答えの場所ですね。これね、もうやっぱり一番最初に思っていた思い出巡りのコースはコースだったんですねと思って、正しかったですね。だけど惜しかった。私が見たのはこっちで答えはあっちなんです。残念、惜しい。ここではあってほしくなかったんですね。はい、なのでここはもう見なかったことにして、この辺から下っていうふうに考えてたんですね。このもうこっから下って思ってたんですね。はい、はい、したら僕が思いのほか意地悪だと。ということで、言い訳と千歳の調査会って書いてますけど、はい、だいたいこの道路がちょうどそうです。あ、これあ、この今目の前の道路が、道がそうで、向こうが向こう側が千歳です。あ、そうなの。そうなんですよ ね、 知らなかった。それはこっち側が、阿比良町言い訳地区。僕でもこの辺も写真撮りに来たことありますね。あー、ここか。綺麗ですけれども、これわからないでしょ。わからないですかね。これはわからないと思いますよ。クイズでしたかね、これは。ここの問題はこちら、はい、じゃじゃん、はい、この通りの絵ですね、はいはい、でこの菜の花マップでいうところの3番です。はい、いやなかなかですね。さっきこれでしたよね、1番、はい、で今3番、はい、で8番もありましたね。追い分けを、追い分けをぐるり一周ですね、はい、追い分け結構地区広いですね。いやでも綺麗だね。なんだろう、あのこの線がピーって入ってるのもね、はい、なんかすごいね。これトラクターか何かが通った跡だと思うんですけども、ってまっすぐになってる。これ茶色の土が綺麗だよね、またね。そうですね。夕暮れになる前であって、
優しい気持ちがふーっと抜けた感じです、はい、やってきました。はい、はい、やってきました。ぬくもりの湯ですね。噂のバナナ、ぬくもりの湯で育つ熱帯植物ですね。はい、はい、やってまいりました。はい、ね、見ての通りですね、菜の花マップとは何の関係もないんですが、はい、何の関係もないんですけどね、はい、最後はここで黄色つながりということでバナナを、あ、そうですね、バナナ黄色ですからね、はい、はい、とってもおしんさんが好きなバナナということで、はい、僕バナナ大好きですから、はい、バナナが鳴ってるという噂を聞きつけて、はい、あ、でもちょっと見てみたいよね。いただいて、はい、はい、今回プロテインです。ガーデニングホール、ガーデニングホール、はい、どこにあるんですか。こっち裏側に、ちょっとね、ふさふさ、あ、ほんとだ、ふさないんです。あ、すごいすごい、すいません、黄色ではなかったですけど、これって食べられるんですか。食べれます。どこからどう取ったらそうなるの。そう、そういうのを探すの楽しいですよね、はい、そう思ってこういうクイズにしたんです、はい、お、なんだ、よかったです、楽しんでいただけ、はい、3つ買っていただいて、ぜひまたやりたいです。あ、わかりました。今度はじゃあ今回よりもっと難しくしてじゃあ、タイム広くして、じゃあ、おかしい、スクーターか何かで、そうですね、はい、私、あ、でも、あ、でもいいですね、のお腹の花もカラフルで、今回はあの菜の花も含めて、うん、まあ、安平町のいろんな景色を探すっていうことの楽しさを、はい、知ってほしいなと思って、はい、この企画を準備したわけです。はい、やっぱりマッシーさんがアビラのこういう自然がすごく好きっていうところから、うん、こういうところもどんどんね、うん、探してもらって、うん、普段は私たちも知ってるなっていうところとか地図とかで見たら分かるところとかいっぱいあるけど、そうじゃなくて地図に載ってないけどこういうところがあるよっていうところを、ね、はい、もうちょっとね、うん、プラッと行ってみたいなって、うん、そうですね、うん、分かりづらいんですけど、うん、見つけると嬉しいっていうのが素晴らしい景色だと思いますので、うん、はい、ぜひそういう楽しみ方もしていただけたらと、はい、はい、いい天気ですね、今日も、はい、ね、最初はちょっと曇り空だったこちらの方でどうなるかなと思ってましたけれども、こちらは打って変わっていい空ですけれど、こちらは私の空ですね。おしんさん、こっち、はい、そうですね、曇天、まるで僕の心のような曇天です。なんかどっかで聞いたセリフですけれども、はい、実はですね、今回は安平町菜の花散歩2019 6月1日2日とですね、2日間にわたって、なんとこの後ろにあるこのトラクターに乗って、はい、綺麗な菜の花の中をドライブできるという、はい、そちらのですね、最初に試乗ということで今日乗せていただくことになりました、はい、そうですね、菜の花ドライブですね、はい、はい、で、マップでいうと9番、はい、9番の菜の花の会場になります。サテライト会場にもなっていますね。では行ってみましょうか。はい、では行きましょう。はい、あ、はい、お願いします。失礼します。わー、すごい、綺麗ですね。そうですね、めちゃくちゃ綺麗です、うん、すごい感激。なんか菜の花のこうなんか海っていうか湖みたいな、ね、これはパーンって飛んでいきたい。素晴らしい表現で、全然それ僕が考えたことにして菜の花の海の中を通ってるようですね。この菜の花畑はあるものを目的として作られている菜の花です。で、1番、食用、食べる菜の花として作られている、はい、2番、油用ですね、3番、観賞用、さて、どれでしょうか。はい、はい、4番、ダイビング。ダイブ用、新しい、ここにはない。僕も今日期待します。おじさん、なんか、そうですね、僕はミツバチを蜂蜜用、あ、やっぱり2番ですよね。そうですね、はい、ここに皆さん正解です。おしさんも、はい、正解な部分もあって、はい、ここにはないんですけれども、はい、他にも菜の花畑がありまして、はい、他の畑には養蜂箱が、はい、ありますね。で、採蜜してますね。はい、菜種油を採取する用の、うん、まあ、
菜の花畑になってます、はい、でもちろんあの菜の花の菜種は菜種っていうぐらいなので、まあ、花が咲き終わった後の、まあ、種を収穫するわけですね、はい、収穫するときって、はい、あの機械で収穫するんですか？なんかちっちゃい粒ですよね、あの菜種の丸いやつですよね。実は菜の花畑、去年の8月から8月の終わりから畑作りが始まっていて、で8月の下旬に、まあ、土を起こしたり硬いのを砕いたりして、で9月に種をまきます。で中頃に葉っぱが出てきて、で葉が出たところで雪が降って、で雪の中で菜の花って越冬するんですよね、はい、で雪が溶けてまたニョキニョキと葉っぱが出てきて、で今花盛りですね。5月中旬から咲き始めて、で今5月の下旬から6月の上旬開花してます。で、いつ収穫するのっていうことなんですが、8月の上旬にコンバインですか、で収穫して、で9月に出荷ですね、種を。贅沢ですね、景色をこう 見させてもらってるので、うん、そういうのをちゃんと伝えていきたいなと思ってます、うんうん、はい、綺麗なだけじゃなくて、うんうん、そうですね、綺麗なのを保ち続けるためのやっぱり約束はあると思うので、うんうん、それはやっぱり守ってほしい、はい、そうですね、行っちゃったです。どうせだったら全部黄色で行ってほしかったと思いませんか？全身黄色で一応黄色いズボンあるんですけどね、はい、そしたらおしさん、あの間違って菜の花だと思って撮られちゃう写真を。そうだね、あれあそこにある僕菜の花みたいな、ね、ロケ2日目終わりですのでね、ロケ3日目と4日目に続きます、はい、はい、ではバイバイ。